2日目でした。あ、みはるの生誕祭がちょうど終わった。おめでとう、みはちゃん、お誕生日と写真集おめでとう。今日はカルコメ2日目で、今日は自分のチームが終わったら B チームの A か A チームの本番も見てました。A チームの本番が終わったので、 A チームもすごい面白かった。皆さん笑ってくれました。でもなんか結構 B とは本当別物で面白かった。昨日カルコメ見た、ありがとう、嬉しいです、とってもとっても嬉しいです。カルコメ始めたらきっと面白くてまた行きたくなった。来てほしい、また明日もあります。めちゃくちゃ眠い。 A チーム見ようと思ったらいたら いたでしょそう、 A チームのやつもね見たいなって思ってて、ただなんか結構やっぱあるあるなんですけど、 A チームもそうだし B もなんだけど、やっぱ急に台本セリフが飛ぶときあるんですよ。で、私は出てる側の人間だから、あ、今大丈夫かなセリフっていうシーンがあって、すごいりなちゃんと二人で見てたんだけど、後ろでずっとこうやってたってなってたそのファンの方からするとバレてないところなんだけど、私とりなちゃんは演者として台本覚えてるからこそ、あ、やばい、待って、台本通りじゃない、大丈夫かなってこうな、途中こうなりながら見てました。こんばんは。めちゃくちゃ眠いよ。もう本当にね、カルコメはいろんなことがあるんです。ただ今回A チーム見た時ちょっとあってもう大変だったのは、そのキャストがとかじゃなくて、マイクのね調子が良くなかったんだろうね A チーム。だからこれすごい多分自分がもしここで本番出てたらすごいテンパっちゃうだろうなって思った。結構マイクが不具合だったんですよね A チームの。多分あかねそらちゃんのマイクが不具合というか、多分あかねそらちゃんが座ってお芝居してるところがあって、その座ってる時に多分お尻でコードを多分踏んじゃったんでしょうね。だからそれで結構途切れ途切れになってるところがあって、プチプチプチってなっちゃってて、マイクの音が、私だったら多分もうそのマイク、そのマイクの不具合でセリフ飛んでたA チームの人、そうブツブツ言った。あれは本当マイクの、私はマイク大変だと思ったんだけど、りなちゃんがこれ多分そらちゃんがお尻でコード踏んでますねってなんかりなちゃんが言ってましたりなちゃん、あかねちゃんと同じ役だから多分分かったんだろうね。いろんなことがありますね。そうマイクの不具合が実はそうあったりして、でそれって実をね言うとね、そのあの会場ってそんなに大きい会場なわけじゃないから、実は例えばお客さんがWi-Fi 飛んでたりとかしたりすると、その関係でなんか電波が集中しすぎちゃって、そう実は電波障害につながっちゃう、マイク障害につながっちゃう時があるんですよ。そう、そういった意味でも兄さんがね始まる前に携帯の電源切ってください、マナーモードにしてくださいって言ってると思うんですけど、そういう本番中に音が鳴っちゃうっていう心配もあるけど、マイクとかそういう、そう機材の兼ね合い、機材の不具合を防ぐためにも
そうそう、そういうのもやらないとちょっとこっち側としてはヒヤヒヤしちゃう。そうなんです。だから皆さん、電源は切ってくださいね。でもすごい A チームも B チームも全然違う作品なのでって言ったら、なんか私すごいネタバレしちゃいそうだからあんま言えないまだ明日もあるので。でもさ、カルコメって3公演しかないのが寂しいですよね。でも確かに、でももっと、え、なんかこんなんだったっけ、なんかグリーンの時、カルコメグリーンの時、私めちゃめちゃやった記憶あったんだけど。そう、なんか一応ね、やっぱ私、自分のお客さんがその誰がどこに来るかまでは分からないんですけど、その何人ぐらい、何人自分のファンの方が来るかっていうのは分かるんですよ、見れるんですよ。でやっぱありがたいことにね、その新潟からとか、まあ遠征の方が多い、すごい多いから、私のファンの方は、明日引くぐらい来てくれるので明日にね集中するんですよ。だからまだ言えないですね、ネタバレは。平日行きやすいのにもっとやってほしい。平日ね1公演しかなかったですね。基本的にね、カルコメ平日やることもあるけど、まあ休日土日が多いですね。嬉しい、みんな明日来てくれるので楽しみですよ。なんか本当にね、その嬉しいなって思うのがさ、みんなさ、まあさ、東京に住んでてもそうなんだけど、交通費とか出してさ来てくれてるわけじゃん。ホテル代とかさ、ありがたいなって思うんです。本当にありがとうございます。グッズ全部型強い、嬉しい。カルコメって誰が主役とかはないです、マジでないです。てか多分超リアルなこと言うと、カルコメはみんなに、みんな平等に役というかセリフ含め割り当てられるんですけど、例えば、あ、この子目立ってるなとか、この子すごいインパクトあるとか、なんかいろいろね感じ方それぞれだと思うんですけど、それはセリフ量の問題じゃなくてマジでその子次第例えば今回とか、やっぱそう、三田真央さんとかやっぱすごいんですよ。でもじゃあ三田真央さんが特にセリフが多い役かって言ったら全然そうじゃない。セリフの量はみんななんで、本当にカルコメは番手とかはないけど、目立つかどうかは本当にその人次第って感じだと思う。そうそう、だから推しが全然喋らなかったらどうしようとか、なんかそういうのは全くないです。みんな同じぐらい喋ってる。ただそこでそうインパクト残せるかどうかは本当にその人次第すぎるから、どこまでがアドリブなのか分かんない。本当だよね。でも今日は、でも今日もう言いたくなる今日さ、いや多分だけど、B チームに関してはで言うと、昨日よりも今日の方がダントツで受けてるんですよ。笑い声はね今日の方が大きかったの。でもそれはそのなんだろう、あのね、ちょっとまあもう言いたいけど言えないわ。でも今日の方が笑いは大きかった。ただ本庄真理子がちょっとやらかしてて、内容はね変わらないんですけど、なんかその時によって本当にねハプニングがありまくりで、で今日はしかも収録会だったんですよ。
本上まりこちゃんがもうリハの時から絶対に言えない、思い出せないセリフ、毎回忘れちゃうセリフがあって一瞬その時に一瞬ね、みんなね、だなんか沈黙が流れるんですよ。でマリアンが思い出したかのようにセリフを言うんですけど、それがもう面白すぎるからみんなディレイ配信絶対見て、なんか面白そうだから今チケットの取ったら強い嬉しい、探すね。でもマジで本当にやめてほしい、マリアン私だみたいな感じであれ本当にあのディレイ配信マジ見てほしい。ディレイ配信でも本当は発覚してるので、みはちゃんの生誕祭が終わって、そうなんかいつだっけ、みはるが写真集出すことしたの結構前なんですけど、話しててみはるから写真集出すんだみたいなこと言われて、いつはもう私もう発表したかと思ってた結構前にそうだから今日発表されたみたいな、あのスクランブルエッグ編集長岡田さん、岡田さんって言うんだけど中の人、岡田さんの実況見て、あ行ったんだ、今日発表したんだ、まだ発表してなかったんだって思った発表してたかと思いました。昨日見てるから今日のディレイ配信買ってほしい、全然違うから。そう黒髪ですごく大人の女性になってありがとう、発表する、まあそうね、そうなんだけど、スクランブルエッグに中の人などいない、いるよ、岡田さんって優しいおじさんだよ岡田さんだよ。こんばんは、カルコメ面白かった嬉しい、あねそうだ、前なちょっと前の話になるんですけれども、スタッフさんが、あ写真集だ、思い出した、写真集のトークポートの特典、オンライントーク会の特典があるんですけれども、あの複数冊買ってくださった方は、それをうちのスタッフさんがこの日に実施しますよっていうのをメールで送ってるんですね。でまあ皆さんご確認していただいたと思うんですけれども、返信がない方はスタッフさんがおいでメールと、あとショートメールも送ってるんですね。それでも実は返信がない方が数名いらっしゃるみたいで、あれっていう方はちょっと確認していただけると嬉しいです。返信は申し込んでいただけたぐらいが、そうあのメールが来たと思うので、そのそう申し込みしていただいてないか確認がそう取れてない方がいらっしゃるので、そう迷惑メール確認してみてください。そう返信ないとちょっと申し込みをしてください。そう申し込みしていただけたらOK です。でもしあれ何も情報来てないな、メール届いてないなって方とかは、そのメールは届い、あの一応ショートメールも送ってくれてるみたいなので、スタッフさんがぜひ、あれ僕かもしれない、私が一応またあのメールじゃなくてツイッターで言いますけど、返信じゃなくてごめんね、言い方が違かったね、あの申し込みをしていただけたらいっぱい話しましょう。嬉しい、なんかみんなが写真集の感想を教えてくれると思うとすごい楽しみなのどんな、ほんとまあカルコメの感想も聞きたいけど、カルコメの感想を聞きつつ写真集の感想も教えていただけたら嬉しいです。そう、あ前回写真集の感想教えてくれた人も確かにいらっしゃった、そう感想教えてください。
ひ楽しみ。まあとりあえず明日を乗り切って、明日が乗り切れば終わりです。もう私ね、本当ちょうど1週間前に体調崩したんですよ。そう、ちょうど1週間前にリンパが腫れちゃって、でそのずっとなんか熱が夜だけ出てて、日中は平気なんだけど夜だけ熱出て下がって夜で熱出てるの繰り返してて、病院行ったらなんかリンパ節炎ですって言われて、今めっちゃ元気なんだけど、でアモキシシリンっていう薬をいただいたの。そのなんか扁桃炎とかリンパの腫れとかを治す抗生剤をいただいたんだけど、その抗生剤が合わなくて、アモキシシリンそうじゃ笑い事じゃない、アモキシシリンっていうね、そう薬が合わなかったんですよね。だからそのまあすごい効くんだろうけど、そう私がなんか嘔吐吐いちゃったりとかあって、あとその薬疹っていうそのなんかジンマシンみたいなのができちゃったり、そんなひどくはないんだけど、アモキシシリンを飲んだの。でもやっぱそのアモキシシリンを飲んだらもうその24時間後には移らなくなるんですよ、周りの人に。でとりあえず念のため3日間お休みしてくださいって言われて、でも本当に3日で超良くなったの。でもその抗生剤あるあるなんです。何抗生剤あるあるってこの詳しい人は分かると思うんですけれども、抗生剤って良くなった症状が良くなってもその必ず1週間与えられた量は必ず飲み切らないといけないんですよ。だからそれが大変でそう、お薬ってそうそのまあ症状が良くなったら飲まなくてもいい、例えば頭痛薬とかそうじゃないですか、治ったらいいみたいな。でも飲み切らないといけない薬だったから、私その薬を一昨日カルコメの前日までそれの薬飲んでて、そうでも全然もう今もう体元気すぎる私はその薬がやっぱ合わなかった、あんまり体に合わなかったから、なんか飲み続けるのがすごい嫌で、そう別の薬に変えてもらったけど、なんか副作用出たら嫌だなとか思いながら飲み続けてて、でももう今喉も痛くないし何の不調もなくて、もう正直私今年度4月入ってから今が一番調子いい本当に正直今年今年度さすぐ4月には扁桃炎になったりとかしてたから、そうなの、全然今超元気です。抗生物質本当になんかしんどかったですでも稽古期間はそのカルコメって稽古日数、まあ毎度のことですけれども短いんですね。で稽古場が、まあ、いつもね新しい場所で、で今回もまた初めましての場所で今回両国で稽古やってたんですよ。両国っていう町場所があって、そのお相撲さんの住処があって、そこで稽古やってたんですけれど、新宿まで買い物したくて稽古終わりに、
両国から新宿まで、じゃあ買い物行きたいから新宿で降りるとしよう、そうなった場合あの総武線に乗るんですけれども、総武線の途中に秋葉原の駅があるんですね。私秋葉原なんて降りる用事ないのに、もうほんとびっくりしたのが、秋葉原のホームに無印があったの。無印良品があって、しかもそれも駅のホームにあるんだよ。私もなんか感動しちゃって、秋葉で降りる用事ないのに降りちゃった。その無印見た瞬間に、え、降りようって、無印に吸い込まれるように私降りちゃって降りるつもりなかったのにそこで無印であのグリーンカレー買って吸い込まれるように降りちゃった本当に無印の思うツボです。多分無印の人もこういうお客さん目当てなのかな。本当に全然私は新宿のルミネで買い物をしようと思ってたの。だからまあ新宿までまあ各駅でもいいか、別に乗り換えしなくてもいいかとか思って、一本で行こうとか思って、そしたらもう、え、無印があるって降りちゃった。私それがね、そのホームにあるから魅力に感じてただけで、それがねホームになかったら私は降りてなかった。ただホーム沿いにあったんですよ。本当に降りたらすぐ無印、しかもそれも500円以下の商品しか置いてないっていう、もう魅力しかないお店で、もう思わずあれ、気がついたらこれで走ってた吸い込まれるように私は無印に行ってました。行っちゃった。でその後結果新宿に行ったんだけど、新宿でも私無印に行くっていう、もう意味わかんないことをしてた。でもまあそんな私の両国ライフでした。両国のさ、本当にマジなお相撲さんを初めて見たかも。無印はしごする人初めて、そう無印はしごしちゃった。どんだけシールしないの、本当シールしない。ルーローハン食べたい。でも私はね、なんで無印をこんなにはしごしていたかっていうと、あの無印に美味しいパンケーキの素があるの。米粉で作ったパンケーキみたいな、その素買いたくて、それを探してるんだけどまだ出会ってないの。だから私は最近無印見つけたらこうやって走っちゃう無印あったで、この間は無印に行こうと思って、そう新宿に降りたら、まあそこ新宿にパンケーキの素が売ってなかったから、あの私はなんかユニクロでこのなんか T シャツ買っちゃった白 T を買っちゃった。なんかさ、S サイズを買ったつもりだったんですよ。ただ XS だったんだよね、間違えて。なんかちょっと丈短めなんだけど、まあいいか無印だ。無印用品めっちゃ探しちゃう。案件待って、無印の案件待ってるわ。え、私さ今日さメイク道具でさ、すっごい使い込んでるのがあって、あったメイクさんにね、いやななこちゃんそんな使ってたらマジでアピールしてたら案件来るんじゃないのって言われたものがあって、これねセザンヌっていう、まあ女性ならわかると思うんですけれども化粧品メーカーなんですけど、私引くほど使ってんの見てね、そこ見えコスメじゃないぐらい、もう見て、もうこんな使ってんの。
の私こんな使ってんの、もうそんなに使ってるし世の中にいないから、そこ見えどころじゃないから、そこしかない、そこしかないコスメだからこれマジもっと発信しなって言われて、発信したらセザンヌから案件来るんじゃないのって言われて、めっちゃ使ってるっしょやば。なんか YouTuber の方がそこ見えコスメとか言うけど、これもう私もうそこ見えどころじゃないから、もうそのないの、もうこの端っこをほじって使ってる。そんなにね使う人いないから普通。あでもこれも割と底見えかも、これだけ。これは新潟の伊勢丹で買いました。ちなみにこれは1万円ぐらいします。高い、このコスメは1万円ぐらいです。本当にさ高い。これは下地、化粧下地なんですけど、ファンデーションの下に塗るなんかそう下地なんですけど、これはこれ4000円とか、高い。でもこれデパコスじゃないんです、これねドラッグストアに売ってるけど、ドラッグストアでも高めなやつ。でもこれは日焼け止め効果が入ってるから私は使います。高くない？本当に。これはマスカラです。これはでもね1200円とか。いやこれが一番だね。このねこれスックっていうメーカーなブランドなんですけど、 SPF50 は大きいでしょ。コスメのね値上げはされてるけど、でもそのコスメって本当にその場所によって全然値段が違うんですよ。そのもちろんその伊勢丹とかで買ったら高いんだけど、それが普通のデフォの値段なんですけど、通販とかで買ったらもうなんか全然安かったりするから、ね、不思議ですよね。ちなみに私は最近これナーズっていうコンシーラーなんですけど、これねめちゃめちゃシミとか超隠れるの。でもねこれね4000円もするの。これこんなさ、もうなんかなえみたいな大きさなんだよ。これで4000円なんだけど、まあちょっと良かったので買っちゃった。シミありますよ。あとねこれ知ってる人いるかな、これ多分あの皮膚科でニキビ見てもらってたことある人は多分ね認知度100だと思う。ディフェリンゲルこれ知ってる人いるかな。ちょっとニキビで皮膚科行ったことある人これ知ってんじゃない。ディフェリンゲル私はこれ持ち歩いてます。毎日使うわけじゃないけど、ちょっとディフェリンゲル知ってる人いないかな。いない、あ、わかるディフェリンゲルメンバー使ってた。本当これはもう私中2から使ってるからもう10年以上の友達これディフェリンゲル。これはなんかねニキビにすごい効くんだけど、これはね最初は肌に慣れないとすごい肌荒れちゃうの。でもその肌あれを乗り越えたらめっちゃ綺麗になるみたいな、よくわかんないんだけど、これはね最初使うと皮膚に慣れるまでが結構大変なんです。あとじゃあ絶対にニキビが治る、赤いニキビが超早く治る最強のものを教えるね。このテラコートリル軟膏っていうものの、私これ紹介したことあるんだけど、これは正直引くぐらい効きます。赤い大きいニキビとか
めちゃめちゃ効くんだけど、これは効きすぎて毎日塗っちゃいけないやつなんですよね。これ毎日塗ったらなんかね、皮膚があんまり良くない状態になるけど、本当にうわ大きいニキビできちゃった、なんか赤い出来物ができちゃったって時にこれを塗って、翌朝めっちゃちっちゃくなってるの。ただ効きすぎて怖い。そう、これね、ステロイド入ってた気がそう。すごい、これはすごいのよ。これはね、処方箋、これ私はね病院からもらって皮膚科でいただいてるんだけど、あの普通の薬局でも買える、テラコートリル軟膏はある。ただ薬局の方ですのが多分効果は弱い。これやばいビビる、ビビり散らかしてる本当に。そんなもんです。え、待って、私全然化粧道具ちゃんと持ってきてる。そう、ステロイド入った、そう本当にね、気をつけてください。コンタクト、この間コンタクトを買おうと思ってもうなくなってたから、そしたらさ、カラコンがすごい安く売ってて、カラコン買おうかなと思って。私ね、人生で実はカラコンしたことね、あ、一回カラコン買ったことあって、その買った時はつけてたけど、それから一回もつけてないんですよ。なんでかっていうとね、その変化が感じられなくて割となんかその目の主張激しいからカラコンつけたんだけど、なんかあんまりね変わらなかったんですって言ったら、あれなんかすごいアンチコメント来る、カラコン勢からすごい殴られそう。そういうわけじゃないんですけど、嫌味とかじゃないんですけど、私はね、そうカラコンはしたらなんか、違いあるって言われて、だからこんな私でもカラコン、こんな私の目でも変わってくれるカラコンがあれば私はそのなんでカラコンをしないかっていうと、自分の目の大きさに対して黒目の大きさがまあいい感じ、違和感ないからしないんですよね。そう、目が大きすぎちゃう子ってカラコン割とするケースが多くて、それなんでかっていうと、目が大きすぎる分黒目が相対的に見て小さく見えるから、ちぐはぐになっちゃうから、カラコンをつけて違和感をなくす人とか結構いて、そうだから目が大きい人ほどカラコンはするしますよね。そうそう、目が大きすぎちゃうと白目の面積が大きすぎちゃうから黒目が小さく見えて違和感があるからするんだって。でも確かにそういう子もいますよね。私はそこまで別に自分の目の大きさに対して黒目がまあ普通、別にそんな大きくも小さくもないので、そう、目が大きすぎるコンプレックスがある人ってカラコンをしてるイメージあるかも。私はさ、本当はさ、なんか眉毛脱毛とかしてみたいの。こんな西村奈々子ですら、美容に疎い西村奈々子ですらさ、なんか最近眉毛脱毛、ワックス脱毛で 眉毛をなんか余分なところを抜いてくれるみたいないうのがあるんですよ。してる男性とかもいらっしゃるんだけど、でも私ですら新潟にいた時に何回かしたことあったので、もう毎回ね、すっごいここのニキビ、その眉毛の周りがめっちゃニキビできちゃって、それをしたら、だから多分本当体に合わないと思って やめたんですけど、そうなの、ワックス
夏も眉毛抜きすぎると一生入ってこなくなる、それちょっと怖い。え、眉毛ってさ、なんか、え、そこ、え、そこ、そこ、そこ求めてないんだがってところに入ってくるよね、わかる？え、なんで、なんでなんみたいな。え、絶対ここ必要ないじゃんみたいな、いらないじゃんみたいな。でそういう毛に限ってさ、根気よく生えてくるじゃん。あれ何なんだろうね、その、そんなけど、どこをどうしたら そこに毛が生えるのみたいな、ありますよね。眉毛あるあるです。なんかすごい髪伸びた気がする。髪の毛すごい伸びたでしょ。髪の毛をさ、今後どうしようか迷ってるの。やめよう。眉毛ない人いるよね。眉毛ない人いるよね。びっくりしちゃう。あとその。私は高校の時に思ってたのが、眉毛の形を意味わかんないぐらい細くして吊り上げてる男の子でも多分それって一回は通る道なんだろうなって思うの。今さすがに高校、あ、私の多分同級生でいないと思うけど、多分一回は通る道なんだろうね。眉毛をこうする。やってたよ。いや、そう、通るでしょ。野球部とかにいました。いそう。はあ、明日本番、明日カルコメ本番とは思えないぐらいのゆったり加減ですね。明日どうなんの髪型しよう。今日はなんか三つ編みみたいなよくわからない髪型をしてて、昨日はお団子をしてたんですよ。軽こめだからいろんな髪型をしたくて、そう、ツインテールねしたいんだけど、まあすごい、いや、ネタバレしちゃうな。まあ、いや、私実はカチューシャをするシーンがあるんですよ。でカチューシャの位置的に実はそのここにね結び目があったりとか、こういうところに結び目があったりすると、実はカチューシャってできないんですよね。難しい、これはね、ほんとさ、女の子にしか分かんない問題。そうなの、カチューシャができる髪型にしないといけなくて。そうなの。髪の毛めっちゃ伸びてる。今は結構髪の毛暗めです。前回さ、髪の毛を暗めに染めたんです、2月末に。そしたらもう全然なんかプリンにならなくて、それに味を占めて今回もすごい暗くしちゃいました。髪の毛染めてる人は分かると思うんですけど、なんかもうねえ、テレビが勝手に動いた。そう、これ分かると思うんですけれども、髪の毛って1ヶ月染めなかったらプリンになるんですよ。それなのに私3ヶ月も放置したのにプリンにならなくて、この間そうなんですよね。りなちゃんが金髪なんですよ。やっぱお手入れ大変って言ってた。
高橋一生さんと結婚した飯豊まりえちゃん高校の同級生、そうまりえちゃん同級生、あのね隣のクラスだったからねほとんど話したことなかったけど、マリエッティが私は結婚した時びっくりしたねえマリエちゃん結婚したのってびっくりしました。なんかしかもお相手が結構年齢が大人じゃないですか、だからすごいってなんだすごいね私の、てか聞いて、私の友達が最近友達っていうか、まあ、中学の同級生がパリで結婚式するから来たよって招待状いただいて、いやいやパリって誰が行くねんって私思って、そう誰も行かないでしょ、相当なんか時間があって経済的にも余裕があってとかじゃないとパリで結婚式行かんやろって思ったの。そしたらなんかインスタ見たら私の周りの友達4人いててねみたいなしかもよりによってその4人が私とめっちゃ仲いい友達がいてて、え私ね誰も行かないでしょわらみたいなこと言っちゃったんだけどびっくりしちゃった。そうなんかね、ホテル代とかはホテル代とか そこがなんかねパリのディズニーで結婚式あげるからそのディズニーでの遊ぶお金とかはその出るんだけど交通費だけは自己負担でみたいな感じだったの。でも私いやいやだとしてもパリは行かないだろって私は思ってた。そういう風に言える関係性なの友達的にね。いや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 、私はどっちにしろ軽こめの稽古があったからそういけなかったんだけど、ちょっと交通費調べて、いや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 これちょっと行かんないでしょとか思ってたらまさかの私の友達4人もいててびっくりしちゃった。でもなんか楽しそうだった。でその行った4人と来月ご飯行くからいろいろ話聞くわで私はファンクラブでの動画を回そうと思ってる。さパリ行ったでしょみたいな私の中学の友達 Vlog 回すね。顔は載せられないけど声だけで、パリマジみんな私が行ってますけどみたいななんで行く決断いつしたみたいな、あれ即決だったみたいな本当に私の面白い友達です。パリで結婚式なんて貴族なのね、日本でやれやいやこれは嫌味とかじゃなくて本当に仲いい友達だから言えることです。日本でやれや。でも本当にその子はそのもう家族がもう本当にディズニーオタクの家族なんですよ。本当にディズニーがもう大好きっていう家族で、もう年パスは持ってて当たり前だし、そのちょっとパレード見に行こうかみたいな感じのご家族だったの。だからいろんな国のディズニーとかもなんか本当勉強しに行くみたいな感じの家族だったから、絶対パリで結婚式するっていうのはもう決めてたらしくて、おもろくない？そう勉強してるんだって、この国のディズニーはこうなんだみたいな。これマジで面白いな私の友達だから回すわ、カメラ回すわ、
どうだったパリの結婚式、私は行きませんでしたけどみたいな。12月末にあの同窓会があったんですよ。同窓会というか、まあ、7、8人ぐらい、10人いなかったか、7、8人ぐらい集まって同窓会あって、その時にね、なんかパリで結婚式するとか言ってさ、でも本当に招待が来て誰も行かんやろって思ったら結構行ってた。え、私ね、なんかこれはあくまでも私の意見とか私はの話なんだけど、私その挙式を挙げたいっていう気持ちが全くないんですよ。でこれをなんか周りに言ったらびっくりされて、なんかやっぱ女の子はそういうなんか結婚式を挙げるのが憧れみたいな考えがあるじゃないですか。私全くなくて、その挙式挙げるお金があるんだったら他のなんか美味しいもの食べたりとか、じゃあどっか出かけるとか、そっちの人で、そうで、なんでだろうって考えたら、やっぱそう、それこそドレスとかってぶっちゃけ仕事で着れるじゃないですか。でそう、劇場公演、卒業公演でドレス着させていただいたりとか、ドレス着る撮影があったりとかもするし、なんかあと極論、まあありがたいことにだけど、自分の生誕祭とか、そう本当に毎年自分の家族、友達以外にいろんな方がもう実際イベントとしてお祝いしに来てくれるわけじゃないですか。だからなんだろう、みんなにお祝いされたい欲がもう満たされてるんだよね満たしていただいちゃってるから、別にじゃあプライベートまでもうお祝いしてください私たちのことっていう気持ちが全くないの。もう年一生誕祭でもファンの方からお祝いしていただいたらもう大満足本当にそれでもう嬉しすぎる。もう別にプライベートまで求めなくて、そうだからなんかそうウェディングドレス着たい、いや写真には収めたいかも。もしね、もし結婚するってなったら写真は撮りたいと思うけど、じゃあなんか式を挙げたいかって言ったら全くなくて、でお父さんに、お父さんとかお母さんに言ったら、まあまあそういう人もいるよね。ただなんだかんだあげるのよ、そんなね、あんたの考えだけで決められないのってお母さんに言われた結局で、お母さんもそっちの考えだったって。ただ結婚式あげるあげないは私だけが決める問題じゃないしみたいな。でも私も写真だけで十分なの。全然なんかね、そういう、いやまだってさ、私お姉ちゃんが結婚式あげてるからで、ね、お姉ちゃんの結婚式もちろん素敵だったんだけど、もうコロナ禍真っ只中でやってたの。うん、そう今思ったらちょっとわざわざあの時期にやらなくてよかったんじゃないのみたいな感じだったんだけど、私のお姉ちゃんはもう今逃したらもうずるずる結婚式できなくなるみたいな考えで、だからもう今延期したらもうで一生できないと思うから、もうどうしてもやりたいみたいな感じで、本当にコロナ禍の時にやったんですよね。コロナ禍というか具体的な日を言うと、具体的な日って言ったらあれだけど、あのあれよ、長野の落語、チカナが初落語の時、チカナと私が長野で
初めて NBS ホールで落語やった時の前日前々日とか、結構その時は関西の方でコロナがめっちゃ流行っててっていう時期に挙式を挙げるってなって、まあもちろん結果それで誰も、2年前とかじゃない、もっと前、そうだ、結果その式で感染者とかはいなかったし、何も私もなかったからよかったんだけど、そのもう早くご飯食べてマスクして、ご飯食べてマスクして、交流もなしでみたいな、結構素早くさっ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 と終わったから、で、ね、でももちろん私はね、まあ、お姉ちゃんのこと好きだし、お姉ちゃんが幸せそうだし、お姉ちゃんのそういうドレス姿見れたのは嬉しかったけど、これでめっちゃお金かかってることを考えたら、私はちょっとなんかそのお金があったら他のことに使いたいかもとか思ってたなんかね、そう、割と私のおね、私よりお姉ちゃんに私の方が変に現実主義なんだよね。私はそうだね、式は写真だけ撮れればいいかな。めっちゃ高いよね。しかもさ、考えること超あるんだって。料理をのコースどうするとか、いろいろ、なんかテーブルクロスとかまで自分で決めないといけないんだって。もうめんどくさい結婚なんて決まってもないの、私めんどくさかった。その時になってみないと分かんない。まあでもそうだよね、こんな私さ、こと言っといて、この5月18日土曜日20時37分に私は結婚式あげたくない、写真で十分とか言いつつ、いざ何年後かにめっちゃ大盤振る舞いで結婚式やったら情緒不安定みたいになってんだけどでもそしたらファンの方来てほしいな。MGT 劇場でやってる席順はビンゴそんなことある？みんな来てくれる？でもさ、それこそ周りが結婚してるから、すごい私は、あ、その焦っては全くない、私そう、残念ながら焦りは全くないんだけど、なんか、あ、私もそう大人だなっていうのを実感してて、でも面白いのが、私と仲良かった中学のお友達は誰も結婚してないの、だから本当似た者同士なんだなって思いながら嬉しく感じる次来月会う中学のお友達もみんな独身だから、もうやっぱ私たち仲良しだよねって本当にそれがね、安心するんです。よかった、みんな他の子たちはどんどんなんか結婚してってるから、私たち独身だねって、独身実家暮らしみんな一緒みたいな私はね、中学が東京だから、東京の子たちってもちろんその一人暮らしをする子もいるけど、なんか実家にいる人が私の周りは多いんだよね。っていうのも、その私たちの代って、あのコロナ禍一発目のあの新卒生なんですよそう、コロナ禍で初の社会人なわけなので、私たちの代からリモートワークという文化が広がってしまったから、え、なんかわざわざ引っ越す意味ないなみたいなそうそう家で仕事をするっていう世代の人たちだから、私たちは
実家暮らしが多いんだよね。私の友達もみんな一人暮らしする予定だったとかそのことを言ってたけど、結果コロナでリモートワークだからなんか家にいて、でもなんか家出るタイミング見失ってみたいな。で、え待って、東京って家賃高くない、え実家にいた方が良くない、え家で仕事できるじゃん、えってなってそう、私の、まあ、たまたまだけど私が仲いい友達は3人は中学の仲いい3人はみんな実家暮らし。でもさ、レナポンと話してたんだ今日。話してて、まあ、新潟ってもちろんいいところいっぱいある、そのご飯が美味しいとかお魚が美味しいとかいろんな素敵なところがあって、でも何が一番いいかってやっぱ家賃安いところじゃないっていう話に行き着きました。新潟のいいところはそこだよって。なんかもちろんお米が美味しいとかいろいろあるよ、お水が美味しいとかのどかな町とか、もう一番はやっぱ家賃が安いことじゃないって私もほんとそう思う。いや本当に家賃って大事よ。タイ内の家賃安そう。確かでも新潟市ですらすっごい安いと思う。そう、物件見るの大好き。新潟の私いい物件知ってるの、一軒家で家賃5万とかで2階建てで、まあ、駅からちょっと遠いけど、私は絶対にそこに住もうと思ってる、いつか将来東京のさ家賃って高いじゃん。中央区高いのかな、わかんない。とだから私はいつか新潟の、でもね、そこはね家賃高い、安いけど地区は築年数結構経ってる。そう、やっぱ私はね築年数って大事、そんなになんか重要じゃないって思ってたけど最近気づいた。やっぱこのご時世やっぱ最近地震も増えてきてるし、築年数って大事だなって思ってそうで、私は割と広さより交通の便を大事にしたい人だから、広さはどうでもいい。でユニットバスはもう絶対やだ。オートロックも大事だね。わかる、水回り汚いところ無理かも。なんかさ、あとお手洗いの形これは伝わるかな。なんか私お手洗いの形で伝わる、そう形よ形あと独立洗面台も欲しい。本当に世の中地震が多くなってきて、カラコミめっちゃ面白かった、嬉しい。明日も面白くするので。でもマジで今日の方が盛り上がった、昨日より。今日よりも明日ダララララ今ほんと意図せずこうなっちゃったんだけど本当に今日の方がウケたな。あと今日のお客さんの方がそのあのねカルコメ慣れてる人が多かった気がする。多分昨日は意外ともちろん、なんかカルコメたくさん見に来てるよって人もいらっしゃったかもしれないけど、多分今日の方はねカルコメ常連さんが多かった。今カルコメ見終わった、だから出てないって、出てないから私もう
ずっとここにいるから。A チームセリフ大丈夫だったかな。お昼公演セリフが怪しいところがあった、私ってなってたけど。そう昨日の、あでもまあそう今日は結構盛り上がったね。え早くもうほんとネタバレしたいな。カルコメは慣れです。でもカルコメはそのこの言い方はこんな言い方はあれかもしれないけど、そのすごく気軽に見れるからいいと思います。気楽に見えるので本当に、まあ、皆様そう昨日の方が面白かったけど、今日は映像が入ってるのでディレイ配信で見てください。本当に今日ねお母さんとお父さん来てたからちゃんとやろうと思ってたのにダメでした。さそろそろショールーム終わりにしよう。13位セレナさんありがとうございます。12位教えないさんありがとうございます。11位秋広さんありがとうございます。10位東吾さんありがとうございます。9位サイさんありがとうございます。8位クニさんありがとうございます。7位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。6位コウセイさんありがとうございます。5位ショウイチさんありがとうございます。4位セッテンガーさんありがとうございます。3位マイマイあとナナコタンさんありがとうございます。2位ゆうたさんありがとうございます。1位3日連続とは聞いてないさんありがとうございます。読み忘れない。1位3日連続と聞いてないさん、2位ゆうたさん、3位まいまいさん、4位セッテンガーさん、5位翔一さん、6位昴生さん、7位サイクロンジョーカーさん、8位クニさん、9位サイさん。みんなのこと読んでる？なんか飛ばした気がした。飛んでないかな。ありがとうございました。ということで明日は午前中は長野で軽井沢ハーフマラソンのサブ MC という、どういうスケジュールなのっていう、もうびっくりって感じなんですけど、明日は長野で軽井沢でハーフマラソンで MC やって、その後東京に行って渋谷でカルコメ千秋楽、その後あれですよ、アフタートークもあります。楽しみましょう。ということでありがとうございました。またね。ありがとう。